フォワードの高橋龍平です。昨シーズンは静岡産業大学でプレーしていて、今シーズンからアイゴストコーチでサッカーさせていただくことになりました。まあ縁あってコーチでサッカーすることになって、まあ、22年間僕静岡県から出たことなくて、それで、まあ、初めて県外出るってことになって、まあいろんな気持ちを持ってこっち来たんで、まあ、ただじゃ帰れないんで、1試合でもなるべく多く試合に出て、まあ、活躍して1ランク上、2ランク上ってどんどん上に行けるように頑張っていきたいと思います。じゃ自分が出た試合は必ず活躍なり点取るなりするんで、ぜひスタジアムまで足運んで応援の方よろしくお願いします。